はい、どうもトラ吉の無課金ハオロード12球団編です。今日でログインが、424日目ですね。はい、現在2021年、2月4日の21時59分なんですけども、今回はですね、契約書の方をちょっと開封したいなと思います。はい、S1 確率 10% 契約書ですね。これが節分ログインボーナス9日目の報酬ですね。あと S ラン確率 30% 契約書と A ラン契約書、これスペシャルミッションの、ね、累計も全部終わりましたんで、この2枚も開封して合計3枚、S ラン確率 10%、30%、A ラン契約書と開封したいなと思います。その前に最強決定戦オールスターリーグなんですけども、3日目終わって4日目の途中ですね。4日目の第何節かな、3節かな。はい、現在が 34,483 位ということで、一応まあ事前の目標のね、10万円以内にはずっといますんでね、まあなんとかいい感じかなと思います。はい、まあどうですかね、5万円以内、わかんないですけどね、5万円以内このままいけばちょっと狙えそうな感じも若干してきてますんで、まあ事前の目標10万円以内だったんでね、ここはもう目標は10万円以内ということでいこうかなと思ってますけれども、一応現在 34,483 位ということで、まあ結構、目標を上回ってるんでね、良かったかなと思います。はい、まあ、選手席の方もちょっとざっとですけど見ていきます。宮崎選手、吉田選手、クロマティ選手、山田選手、柳田選手までが3割ですね。はい、ホームランの方は山田選手が17本、柳田選手16本という感じですね。あとは盗塁で山田選手が22ということで、まあ、山田選手が大活躍してくれてますね。あと柳田選手もね、活躍してくれてますんで、まあいい感じかなと思います。はい、こういう感じですね。でピッチャーの方が、有原選手ですね。防御率 3.72、9勝4敗ということで、結構ね、いい成績かなと思います。はい、まあ、全体的にも、まあ、抑えリリーフとかもね、結構頑張ってくれてるかなという感じなんで、この感じでいってくれれば10万円以内もいけるかなという感じですね。はい、75試合終わりまして48勝26敗1分け、防御率が 4.37、 本塁打109、打率が2割9ブロックリンということで、結構ね、打率もいいですね。はい、まあ、現状、34,483 位ということで、まあ非常にいい感じかなと思います。10万円以内にずっといますんでね、良かったかなと思います。現在、第3節まで終わったんですね。4日目のね、第3節まで終わりまして、まあ、ちょうど半分ぐらいで、ね、34,483 位なんで、まあいい感じかなと思ってます。このままあと3日間行ってほしいなと思ってます。はい、それでは契約書の方行きたいなと思いますけども、とりあえず A ラン契約書から行きましょうか。はい、まあ、このアカウント12球団編ということで、12球団で選手集めながら純正はソフトバンクで組んでますんでね、ぜひそのあたりの限界突破できる A ランク選手来てほしいなと思います。それでは行きます。A ランク契約書お願いします。限界突破できる選手来い。さあ、ソフトバンクやったらバレンティン選手とか来てほしいなと思います。さあ誰。おお、デラロサ選手はね、僕はあの極みで持ってまして、シリーズ1の S ランクを極みで持ってまして、まあ一応ね、A ランクも称号用で1枚持ってるんですけども、まあいいですね、デラロサ選手やったら。はい、良かったかなと思います。はい、それでは、S ラン確率 10% 契約書、節分ログインボーナス9日目の報酬、まあ、これはね、とりあえずもう S ランクさえ来てくれればとりあえずはいいかなと思いますけども、S ランク来てほしいです。いきます。 S ランク来い。ん、いや渋いな、渋めやな。さあ、どうでしょう。割れろ。いや割れへんか。床田選手、広島ですね。はい、うん、ちょっと S ランク持ってないですね。はい、うん、残念やな、 S ランク来なかったですね。まあまあ次ですね。はい、S ランク確率 30% 契約書、スペシャルミッション累計31ミッションクリアの報酬、もうここはぜひ S ランク来てほしいなと思います。それでは行きます。お願いします。 S ランク来い。ん、渋い。あー渋いな、頼む。うわ渋。お、来た。よっしゃ、エサン来た。よし、エサン来たよ。誰。おお、西川選手よ。
西川選手、僕ね、S ランクシリーズ1持ってますね。あと A ランクも2枚ぐらいあったとは思います。西川選手ですね、ね、日ハム残留も決まりましたし、いや、これは結構いいんじゃないですか。はい、ちょっと能力見ますね。一応西川選手来ましたね。いいですね。日本ハムですね。はい、智弁和歌山高校でしたよね。あ、いました。はい、はい、センター守備 B、 弾道ラインドライブ、ミート77、パワー65、走力87ということでね、非常に足の速い選手ですから、いや、これは良かったですね。いいかもしれないですね、これ。はい、守備もね、適正 B ですし、はい、良かったです。嬉しいですね。はい、まあ、S ランク確率 30% 契約書、スペシャルミッションのね、累計の S ランク確率 30% 契約書から S ランクの、日本ハムの西川選手来ましたんで、非常に嬉しいです。ありがとうございます。今回こんな感じですね。また動画上げますんで見ていただけるとありがたいです。以上、トラキチの無課金覇王ロード12球団編でした。